高校野球の坊主問題、うん、もう最近増えてきてるやん、坊主じゃないとこ、うんうんうん、それどう思う、それについて、高校野球の坊主について。あ、その高校野球は坊主である、高いボールを打つと生ビール坊主であるべきか、別に坊主じゃなくてもいいのかっていう、なんとどっち派。俺は別に坊主であるべきではない、別にないと思う。あ、どっちでもええ派。どっちもいい。へぇー、あると思う。言わないもんやろ。いや、でも俺はもう全然、そうなんや。俺も絶対坊主派やな。うん、統一があるから、統一感があるから。いや、もう高校野球らしさってものはもうどんどん失われていっちゃう、時代の流れ的に。あ、そしたらもう高校野球人気がなくなっていっちゃうと思う。すると日本の野球も弱くなるはず。うん、え、今のメジャーそれだったら高校野球でもロンパン派じゃない？いや、もうそれ絶対ロンパンや、うん、マジ、うん、だって、これほんまに、逆に問いたい、うん、ロンパンじゃない、うん、その今そのプロ野球でいうオールドスタイルのメリットって何、はいはい、そうね。え、で、けど、上げてたよ。上げてたよ。俺上げてたよ。だから言うてんのか。そう、自分で経験してるやん。はい、なんで上げてんのって話やん。なんで上げてんの。そう、俺は下ろしたかったよ、ほんまに。あ、上げろって言われたんだよ。ちょ、上げろとも言われてないし。だから、じゃあ、だからなんで俺最初にあの短いやつ、そのオールドスタイルかっていうと、プロ野球選手になって、最初にその採寸があるんやけど、日本の。採寸な。で、俺はもう、最初からもうロンパンで採寸してんねん、はい、うん、ただそれルーキーの時やな。そう、ルーキーで最初に一発目ユニフォームをもらう時に採寸するんやけど、うん、そしたらこの採寸終わって仕上がってきて、こう初めてもらうよユニフォーム、はい、では来たーと思って、うん、テンション上がるよね。テンション上がるやん。しかもあのプロ野球選手のロンパン、そう、ね、初めて履くやん。学生の時履けへんからね。学生の時なんかあるね、中途半端に上げていた、ね、ねえ、メイジそう、これねそう、めちゃくちゃ中途半端に上げないといけないし、あれは学校のルールがあったから、変じゃないね、あれはルール、うん、あれが正しいもんね。そう、あのふくらはぎの中途半端なところまで、でキープするっていうルールがあったから、ね、そう、で、はい、プロ野球選手になりました、ユニフォームロンパン上がってきました、ようやく履けると、そう、履いてみました、めっちゃ短かったよ、明治の長さやあの中途半端にロンパンやから、あの締め付けもないからバーって広がってるやん。ああ、じゃくるぶしぐらいまでしかなかった。え、今のあれオリックスの杉本ラオウぐらいのあれ。ああ、いや、そんなんじゃない、もうほんまに履いてスパイク履いたらくるぶしがちょっと見えるぐらいの、めちゃくちゃ中途半端な短かった。ジャケットパンスタイルやな。アンクル丈やね。アンクル丈今流行るやん。アンクル丈やね。そう、アンクル丈やね。そんなんできたの。そう、これも恥ずかしいな、そう嫌やなと思って、とりあえずそれを、ま、あのもう中途半端に巻くし上げて、あ、でオールドスタイルで履いてて、そういうことね。そう、でもそれがもうそのまま行ってたもん、ずっと。じゃあで、すぐあのメーカーさんにショートで履くしかなかったんやな。そう、その時はね。でメーカーさんに言って、すいません、あのちょっと採寸これスニータラスなんで、ちょっとお願いしていいですかって言って、分かりました、ただ期間時間かかってくださいって言われて、時間ください。で、その間だって上げてオールドスタイルで練習するやん。そうやな。で、コーチとかも知らないしさ、はじめましてやん。ああ、で、練習してて、で、その結構経ってユニフォーム、そのちゃんと長いやつが上がってきました、取っといたやん。そうで、履いてグラウンド出た瞬間にみんな結構失笑で、似合わんと。そうだ、もうイメージ、そう、イメージがそう。なるほどな。で、こう、その時にあるコーチ、バッティングコーチの人に、岩波、お前それ全然似合わんな、短いよ、一発目がそれやったら、もうイメージついてるわけだ。さ、今高校野球さ、プロ野球の監督が多くなってきてるやんか、うん、またプロ野球選手で、そういう人おるかもしれんな。だから、かほんまにこう、論判になるとこあるかもしれんな。それルールあんのかな、高校野球。一応ないやろ、こうやルールは。だから基本的にその、なんていうかな、長いロンパンっていうものと、その今までのスタイルで、どっちがどうとかって考えてる人って、俺らが思ってる以上にいないよ、うん、まあ、確かにそうだよね。格好だけのイメージよね。そう、その機能とかあんまり気にしたことない。ロンパンだらしないって思う人多いやん。まあ、高校野球そう、好きやん。高校野球やとちょっとやっぱ違和感あるでしょ。だからここで俺と、あの聞きたいね、問いたいね、うん、そのオールドスタイルというか、上げる、はい、上げるやん、ユニフォーム、そのメリットって何高校野球らしさや
そんなもん。じゃあ何一つ機能的に考えてもメリットなんかゼロやからね。デメリットしかない。まあ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 、そうか。ここ薄くなってるし、血たまるしやんな。そう、まあ、確かにそうやな、ね、機能的にはほんまそうやと思う、ほんま。まあ、確かに俺も初めてあれロンパン履いたけど、楽やった。だって考えてみて、みんなさ、靴下の履いて、あのクソ分厚い長い靴下履いて、その上にオーバーストッキングとかいう、わけのわからんやつ履くねんて、うんうん、確かにそれはあるよな。そうで、これ疑問に思わへん人は多いねん。なんでって、そのオーバーストッキングが当たり前やから。うん、そう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 、そうユニフォームもさ、生地が悪いやつはなおさらやな。生地悪いやつ履いてあげたらなおさらもうカチカチやから。最終的にあれ、俺もさ、ロン、あの、上げる人おるやん。上げる人、靴下1枚で履いてるからね。うん、もう上げてるね。そう、オーバーストッキングなのか、オーバーストッキングで何？確かに。だってストッキング履いてるんやろ。確かに。あの、わけわからん。あ、二重のやつな。そう、あの、靴下の上から履くやん。え、あれ、そっか。今、こうぐらいけど、まだあれか。もう1枚になってんじゃん。いやー、どうなる。だからそれでなんで1枚ならへんかって言ったら、スライディングして足に、足危ないからとかって言うねん。じゃあ、いや、そう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 やねん、そうやねん、そうやねん、え、ちゃうねん、ちゃうねんって。そうか、そうか。じゃあユニフォームもあんな、例えば革手とかさ、スパイクとかも制限あるやん、うん、そういうのも撤廃した方がいいってこと。じゃあこれは、なんていうんかな、なんであかんねんな、そもそも。いや、白か黒かみたいな。結局それって何でしょう、自分、ようやく自分でお金を払うわけじゃないやん、はいはい、で趣味で野球やる人とか、そう、自分で稼いで自分で趣味にお金を使う人、うん、じゃなくて、やっぱ学生野球やから、やっぱ親に払ってもらうとかさ、やっぱそこでね、なんていうかな、子供に対してお金をいっぱい使うお部屋はやっぱカラフルでいいものをとかって思う親もいれば、お金があったとしても、なんていうかな、いや別にいいじゃん、だって試合出てないんでしょあなたとかっていっぱいおると思うねん。そこの格差をなくしたね。なるほどね。みんなも統一っていう、統一にした方がやっぱいいんじゃない。そのなるほどね。まあけど白だろうがカラフルだろうが値段一緒やねんけどな。ですよね。それは全然もういいと思う。もう白とか黒とか、だからもう、だからプレーに影響するってことだな。ロンパンか上げるスタイル、うん、オールドスタイルかは、うん、サングラスは良くなったんだっけ。いい、サングラスはもともといいな。 俺らの時も全然使ってもいいよ、うん、だけど使ってる人おらんかったよ、多分。あんな時にじゃん。いや、サングラス問題も、俺サングラスは絶対にもう練習の時からした方がいいと思う。そうだね。そう、だからじゃあ、サングラスは練習の時をした方がいいと思う。疲れが違うって。疲れもそうだしさ、目も日焼けするから、あれと。で、結局その若い時ね、高校野球のやつがずっと外を持ってる。目には絶対良くないし、で、大人になって視力落ちてきましたとか、日焼けしてそれで目にね、傷というか何かありましたって誰が責任と思う。昔というか、俺らが高校の時とかそういう話とかもなかったから。お届けしました、桜雪です。ありがとうございます。だから今でも長くもそうやしさ、いろんなものが発達してというか。じゃあ、あれはリストバンド。うん、あれは俺ほんま自由やと思うわ、うん、俺あんま好きじゃないの。あ、つけへんあんま好きじゃないの、まあ、ずれちゃうから。俺だってもうここにつけるの。あ、ずれるから。いや、かっこいいから。かっこいい。あ機能は俺もう何にも、でももう自分のテンションだけ。リストバンドね。いや、もうこんなんしたらええよ、高校生は。あれはもう、全然個人差、あれはどっちでもいいな。いや、リストバンドしたらあかん理由がわからへんねん。うん、まあ、カッコつけるって言って、高校野球で白と黒しか、ね、ルール的にあかんわけやん。白と黒のリストバンドつけて、お、あいつカッコいいな、いや、ならへんって。今、黒で白か黒のリストバンドつけてる人をディスってる。いや、ただそれってメーカー名が書いてあってさ、まあ、そうか、そうか、そこに名前とかさ、番号とか入ってるやん。だから高校野球ってメーカーが入ることがそもそも、まあ、そうか、メーカー名とか。アンダーシャツですらあかんからな、うん、ってなると、もう白か黒じゃないの。そうな。
ってなるとメーカーのじゃなくていいやん、うん、ワークマン、そうタオルマン100均、100均とかのリストランでもいいわけやん、ってなるとその買える買えないとかお金の問題なくなるとか、うん、ただ機能的に考えたら汗かきの人はやった方がいいよ、特にまあそう思いますね、指先まで守備の指バーッて、うん、それよね、そうじゃあ長袖着とけよって、いやいや昔と今で気温熱中症、うん、考えたら今の方が圧倒的に過酷な状況で高校生やってて、そうか、そうだから結局今のに何ていうかな、時代というか、なんでこんなあれなんだろうね、いわゆる高校野球らしさみたいなさ、うん、その修行感、うん、その多感な思春期に坊主頭で3年間過ごして、で厳しい練習に耐え、でその地味なねユニフォームとかもカビなもんじゃなくてさ、修行感が見てる人の感動をこう生んでるわけや、うん、それで高校野球って素晴らしいよねっていうブランディングを大人たちがやっぱりしてきて、その高校野球人気っていうものが 今のあるわけでしょ。でそれを例えばプロ野球みたいにしていっちゃったら、積み重ねてきたその世の中の人に受けている高校野球感ってものがやっぱ失われるわけ、はいはい、そうすると高校野球ファンが いわゆるらしさがなくなると、なくなっちゃうわけじゃん。でそれいずれか甲子園じゃなくなる可能性あるかもな。そうで東京ドームだったらその修行感も出へんわけやん、言っちゃえばドーム球場だと、うん、あれ甲子園やからいいわけだよ、青春感がやっぱ出るわけだよ、そういういわゆる高校野球らしさがなくす方向で進むと、でも時代の流れ的にはなくなる方向やから、うん、どんどん緩くなるわけだよ、あの坊主じゃなくていいよとか、でそういうのをなくしていくと今まで積み上げてきた高校野球らしさみたいなものがどんどんなくなって、プロ行った人、長くやった人って似たような感覚の人多いのか。いやそんな話せえへんもん。あそうか、ちょっとそこ境目ありそうやけど、そうね、だから野球人口減ってるって言ってるやん、うんうん、で野球人口が減ってる理由にさ、一つにさ、やっぱ高校野球ってダサい、しんどそう、怖いとかもやっぱあるやん、うん、やっぱ強い修行感があるから、うん、でだから俺的にはさ、その競技人口がやっぱり大いに越したことないと思う、うん、日本の野球が強い、強くないには、でそれはパイが多い方がええやん、そうやな、才能がそれだけ多いわけやから、でまあ高校野球のそういう修行感が野球人口を減らしてるっていうのは当然あるよね、まあな、うん、もう入り口がそうやもんな、そうね、もう少年野球からそういう人多いやん、うん、坊主嫌とかさ、うん、なんか野球って厳しそうとか、うん、ダサいしね、うん、そうね、野球人口が減っていて、なんとかしたいとか、なんとかしないといけないって言ってみんな言ってるな、言ってるのに、にもかかわらず時代錯誤だ、時代錯誤、うまいよ、なんか食べる